コメント開始会。志村大成さん、あなたは学力までカバーしてるんですか？学力は大体は遺伝ですよ。それにちょっとの環境ですか。環境イコール両親の学歴、両親の愛情、世帯収入、兄弟数、義務教育終了までの地域レベル、友達レベル、両親の政治姿勢や宗教、これで大体ほぼ。そのほぼがどれぐらい影響するかわからないのが遺伝子ガチャの妙味でもあります。ありがとうございます。これはですね、おっしゃられる通りですね。学力は、まあ、一概にはその遺伝関係あるんですけど、 100% ではないんですけど、一番大きいのはですね、親の世帯収入らしいですね、日本においてはですよ。で、本当に頭のいい子っていうのはちょっと言えないんですよね。私のような立場の人がそれを言うとこれがつきますのでですね。ただ遺伝っていうのはですね、いわゆる複雑系のモデルでございまして、何がどうガチャでこう組み合わさってどうなってどうなるのかっていうのは、まあ、分かんないんですよね。だからね、いろんなことをねやってみたりやらしてみたりとかするのがいいかもしれませんよね。うちの保育園では5000円でいろんなことをさせることになっております。非常に学びの機会が多い保育園でございますので、ぜひよろしくお願いいたします。次、ヤンタニさん。今更ながら身近にコロナを感じてビビってしまいましたが、メガクラスターには当たらないとのことで安心しました。この方はですね、私のお友達のホールのオーナーのような気がしますね。そちらもいろいろ大変だと思いますけれどもですね、コロナ収束っていうお話をちょっと見てみておいてくださいね。まあもう恐れる必要はないので、我々としては自分にできる対策をやり続けるだけでいいと思います。次、私の柔道の師匠ですね、坂口達也さん。コロナ陽性者が退院し、受け入れ先が確保されたのは良いことですが、そこにホスト、ホステスが毎日のように入院患者と増え続けていくことは病院の治安が心配でなりません。これはですね、ホスト、ホステスさんに感染者が多いんじゃなくて、東京都のお願いを受け入れて、従業員さん、特定の地区の従業員さん全員がPCR 検査を受けてくださって、その中で数を増やしたから感染者が増えたというお話なので、そんなにその悪い話ではなくて、まあ、むしろ逆に良くなっていく方なんじゃないでしょうかね。ホステスさんはともかく、まあ、ホストさんだからといって治安が悪いとイコールにするのは、まあ、僕はどうかと思います。ホストの皆さん、いいこと言ったでしょ。いいホステスさんを紹介してくださいね、専務に。